1974年ワールドカップのオランダ代表トータルフットボールは、1974年サッカー W 杯でオランダ代表が用いた戦術の俗称である。1970年代サッカー界で生まれた流行語であり、トータルフットボールだという特段の定義も存在せず、フーリガンと同じようにメディア発祥の造語である。一般に用いられる平易な解釈としてポジションが 流動的で、かつ全員攻撃全員守備といった説明がなされる。西部賢治は、実著の中でトータルフットボールを次のように定義している。一現在的、または未来的な印象を与えるに優れた、チームプレーであること3攻撃的かつ魅力的であること。リヌスミケルスは、1930年代には、オーストリアがトータルフットボールをプレイしていたと言っている。 1950年代初期にオーストリア人のビリー・メイスルによって考案された渦巻き理論がトータルフットボールの原案であるとされている。それは個々の選手が思いのままにポジションチェンジを繰り返し渦を巻くようにチームがダイナミックに機能するというものであった。ただ、これを可能にするには選手一人数とが同じくらい高い技術と戦術眼を合わせ持ち、 なおかつかなりのスタミナが必要だと考えられていた。さらに、動きの連続性を持ったその渦が、自ら意思を持つように前進と後退を繰り返す、ためには、渦の中心にいながら、渦の外からその流れを俯瞰できるけうなビジョンを有し、渦をコントロールするだけの波外れた、影響力を備えた選手が必要であった。こうした、オールラウンドプレイヤーと、フィールド内の監督として、 チームを掌握できる選手を同時に揃えることは非常に困難だったので、この構想は実現不可能な単なる空想に終わろうとしていた。しかし、名勝リヌスミケルスに率いられたチームが、この戦術を具現化する。ボール狩り、オフサイドトラップを多用し、ポジションに縛られないワイドでスペクタクルなサッカーを展開した1974年 W 杯のオランダ代表がそれである。 この時のオランダ代表は1969年からヨーロッパチャンピオンズカップに5年のうち4度決勝進出していたアヤックス・アムステルダムと1970年優勝のフェーノールとの中心選手で構成されており高い技術、戦術眼を持ち合わせた選手が揃っていた。特にアヤックスの中心選手であったヨハン・クライフの存在は大きくクライフなしでは トータルフットボールは完成しなかったと言っても過言ではなかった。1974年 W 杯でのオランダ代表は快進撃を続け、決勝戦までで14得点1失点、その1失点もオーオンゴールと完璧なサッカーを展開していた。特に2次リーグのブラジル代表戦ではトータルフットボールを最も具現化した試合として W 杯史に残る名試合と言われている。しかし、 クライフ以後のサッカー界でトータルフットボールを実現したチームはないとされる。現実的にはクライフあってのトータルフットボールであった。イビチャオシムも目指しているのはトータルフットボールだ。ただしそれは永遠に実現されないが、と述べている。一方でトータルフットボールの考えは現代サッカーにも多大な影響を与えた。ボール狩りとオフサイドトラップを組み合わせて進化させた。 ゾーンプレスは選手が自由にプレイするスペースをいかにして消し去るかを考えた戦術であり、また現在の主流戦術であるポゼッションフットボールは後方や中盤でボールをキープしている間に FW をはじめとする前線の選手がいかに有効なスペースを作り出せるかがその戦術の目的である。どちらもトータルフットボールが生み出したスペースに対する考え方から派生したものである。 まず、フィールドをポジションではなく、スペースから考えることが特徴である。トータルフットボールの登場まで、サッカーはポジションにおける役割が組織プレーとしては、最も重視されてきたが、トータルフットボールの場合、スペースを作る動き、スペースに入り込む動きが重要である。この、スペースに対する考え方が、激しいポジションチェンジを繰り返す全員攻撃。 全員守備という流動的なサッカーの基礎となっている。さらに、高い位置からのプレスも一つの特徴と言える。ボール狩りと呼ばれたそのプレッシングは、ボールを持つ相手選手に対して、複数の選手で囲んで、プレッシャーをかけ、高い位置でボールを奪い、すぐさま攻撃に転じることができるものであった。高い位置からのプレスは同時に DF の最終ラインを押し上げ、 相手のオフサイドを誘うオフサイドトラップを生み出した。このオフサイドトラップもトータルフットボールの特徴である。オフサイドトラップ自体は1910年代に最初に大流行している。また、最終ラインを押し上げたことにより FW のラインとの距離が縮まるため選手間の距離が近くなる。これにより激しいポジションチェンジをする際に消費するスタミナを大幅に減らすことができるのである。 そして何と言っても、最大の特徴はポジションが存在しないことである。当時のオランダ代表にとって、ポジションとは、キックオフ時の立ち位置というだけのものであり、攻撃時には、選手は、積極的にボールを持つ選手を追い抜いて前線に飛び出し、守備時には、FW 登録の選手もカバーリングに入る。サイドバックの選手が前線へ飛び出せば、ウィングの選手がそのスペースを埋めに下がる。 まさに全員攻撃、全員守備である。また、スペースを最大限活用する考え方から、ウイングを中心としたサイドアタックを積極的に使い、ワイドな攻撃を展開した。このサッカーを支えたのは、選手全員の高い技術、戦術眼、スタミナも、さることながら、全員が高い守備意識を持っていたことも忘れてはならない点である。反面、この戦術は、 理想的だが非効率的とされ、完全分業でポジションを固定した方が効率が良いといった説もあるが、後に様々なチームによって改良され、現代サッカーの戦術に浸透していくことになる。ありがとうございます。